でも何かきっかけみたいなことがありやしないかな。まあないのなんで止めたろうな。自己嫌悪であるあるる爆発するが最低の気分だ。自分自身裏切られるのはこんなはずじゃわかった。幼い頃に描いた未来その年だけ食ってあれな。本当は僕もずっと欲しかったものだ。綺麗な言葉だとか理屈とかじゃなく生きてるって実感だよな。なんとかなるってたまにはバカなふりしてくくらいでいいんだよ。リアルファーズ噛み取れ。人は言うけどそんなこともなく同じ痛みを抱えてきたから。気づく力出る歌が誰かの傷を癒すことを知る。とかじゃなく生きてるって実感だよな。もし君が君を諦めそうになっても僕だけは君を諦めない。